ボイド軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は2438人で、軍庁所在地はビュート。ボイド軍はスーザン・クラギンが2007年に発表した著書ニュークリア・ネブラスカの舞台になっていて、彼女は著書の中で現地の住民らによる核施設建設の反対運動の経緯を述べている。ネブラスカ州のナンバープレートで、 ボイド軍の車両は最初の数字が63になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ボイド軍の車両登録台数が州内の軍の中で63番目に多かったからである。ボイド軍は1891年に組織され、ネブラスカ州知事のジェームズ・ E ・ボイドにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、 この群は総面積1410平方キロメートルである。このうち1399平方キロメートルが陸地で12平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.83%が水地域となっている。ボイド群はネブラスカ州のアウトバックに位置している。2000年国勢調査時の群の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、 ボイド軍には2438人、1014世帯及び670家族が暮らしている。人口密度は2平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度2406件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.89%、黒人0.57%、アジア系0.16%、 先住民と太平洋諸島系、その他の人種はおらず、混血は0.37%で0.08%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の45.2%がドイツ系、10.0%がアメリカ系、9.3%がチェコ系、7.8%がアイルランド系、6.9%がイングランド系、 5.9%がスウェーデン系移民の子孫である。ボイド郡に住む1014世帯のうち29.00%は18歳未満の子供と暮らしており、59.40%は夫婦で生活している。3.70%は未婚の女性が接待種であり、33.90%は家族以外の住人と同居している。32.00%は独居で、 全世帯の19.60%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.36人であり、家庭の場合は2.98人である。軍の住民は25.00%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が5.40%、25歳。 以上44歳以下が21.20%、45歳以上64歳以下が24.10%、および65歳以上が24.30%となっている。平均年齢は44歳である。女性100人に対して男性は93.30に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は94.60に似いる。 軍の世帯ごとの平均収入は26,075ベ米ドルで、家族ごとでは32,000ベイドルである。男性の2859ベ米ドルに対して女性は17,688ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は13,840ベードルである。総人口の15.20%、家族の12.90%は貧困戦。 以下である。18歳未満の子供の19.60%及び65歳以上の11.20%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。